こんにちは、奥園敏子です。今日はほうれん草豚汁を作りたいと思います。あったかほうれん草レシピです。ほうれん草といえば今が旬、寒い時期のほうれん草は柔らかいし甘くなるんですよね。なのでもう今が食べ時です。今までほうれん草のレシピね、グラタンとかカレーとか炒め物とかいろいろ紹介してきましたが、今回は豚汁、あったかいスープです。今まで何回もお伝えしてるんですけど、ほうれん草あったかい料理で食べるのがおすすめ。あったかい料理で食べるとね、もう甘くて柔らかくて本当にほうれん草の美味しさが何倍にも味わえると思います。今回は豚汁でスープの中に入りますからね、この汁のがタポンタポンに含んだほうれん草がめちゃめちゃ美味しいです。ほうれん草と豚肉と材料2つで作れますのでね、ぜひぜひささっと気楽に作ってほうれん草をもりもり美味しく食べてください。では今回も楽しく作っていきましょう。材料です。豚肉、醤油、片栗粉、これで奥園の下味豚になります。今回の主役ほうれん草、生姜、鰹節、調味料としてお味噌、みりん、ごま油を使います。ではほうれん草を茹でていきます。奥園流はフライパンを使って少ない水で蒸し茹でにします。今までね、何回も紹介してるんですが、さっとおさらいさせてください。フライパンにお湯を沸かします。 1、2 センチぐらいの深さで OK。 ほうれん草を入れます。フライパンだとほうれん草を横にして入れられるので楽ちんです。蓋をして2分蒸し茹で。ほうれん草がくだっとなりました。ひと混ぜしたら出来上がり。水にとって粗熱を取ります。私はフライパンごとやっちゃいます。食べやすく切って軽く水を絞ります。根元を茹でてから切ると楽ちんです。ピンクのところも全部食べてね。さあ、ほうれん草の下準備ができました。今回はほうれん草、売ってる一袋全部茹でてそのまま全部使いますけれどもね、例えばおひたしにしようと思って半分食べて、そして残ってるほうれん草があるっていう場合やったら、もうその半分で作ってくれはったらいいと思います。この量は別にきっちりきっちりじゃなくてもいいのでね、その辺臨機応変にやってみてください。はい、これでほうれん草の下準備ができました。では奥座の下味蓋を作ります。お醤油です。片栗粉、場合は食べやすく切ります。はい、奥座の下味蓋ができました。ではフライパンで作っていきます。いつもの通り水滴技、フライパンに水を入れて火にかけ、この水がなくなったらフライパンが熱くなったというサインです。今回お汁物なんですけれども、フライパンです。鍋で作ってもいいんですけれども、最初にちょっと炒める工程が入るのでフライパンで作った方が簡単かなと思って、今回はフライパンで作っています。ごま油です。そしたらここで炒めるのはほうれん草です。ほうれん草入れます。あれ、豚肉違うんかいって思ったかもわかりませんけどね。ほうれん草ね、茹でているのでね、ちょっと水っぽいんですよね。なのでね、最初にここで油で炒めることでその水っぽさが飛ぶのと、あと油のね、コクが入るのでほうれん草がすごく美味しくなります。でここで炒めるんやったらほうれん草下入れてんでもええやんって思はったかもわかりませんけれども、ほうれん草に含まれるシュウ酸っていうのが尿路結石の原因になったりとかするので、私は下茹でした方がいいかなと思っています。なので今回下茹でしました。さあ、ほうれん草の水っぽさが飛びました。そしたらここでいつもの通り生姜、きな粉はたっぷり。これ生姜入れんでもええやんっていう感じなんですけど、寒い時期はね、もう何にでも生姜入れると体がポカポカになっていいと思うので今回も入れました。じゃあちょっとここで生姜炒めて、そしてここでお水です。さあ、これで蓋をしてちょっと沸騰するまで火にかけます。では沸騰してきましたので中を見てみます。こんな感じ。さあ、そしたらここで豚肉です。豚肉入れていきます。
バサバサっと入れたら塊になるので、ちょっとここはめんどくさいんですけど、一個ずつこうばらけさせながら入れてください。手が熱かったら火を止めても大丈夫です。これ見ながら豚肉って炒めた方が絶対美味しいやんって思ってはる人言い張ると思います。豚肉のコクが出たり焦げた香ばしさがあったり、そっちの方が絶対美味しいやんって思わはると思います。でもね、私もね、じっくり食べるとかちょっとだけ炒めるとかね、いろいろやってみたけど、炒めずに入れるのが一番美味しいです。豚肉の旨味がまずこのお汁に溶け出すんですよ。お汁がまず美味しくなるのと、炒めずに入れる方が豚肉がものすごく柔らかく仕上がります。本当です。多分これ見ながらまだ疑ってはる人やはると思いますけど、これはね、もう私を信じてやってみてください。炒めへん方が絶対豚肉柔らかい、本当です。さあ、これで今さーっと火が通りました。そしたらこれ豚肉ちょっとだけ煮込みますね。蓋をして火を弱めて大体 2,3 分煮ていきます。では3分ぐらい経ちましたので中を見てみたいと思います。こんな感じ、ほらいい感じに煮えて、この3分の間で豚肉からもいいお出汁が出て、ほうれん草もすごく柔らかくなっています。ほら見るからに柔らかそうですよね。そして豚肉に片栗粉が揉み込んであるので、こういう風にやるとね、ほら豚肉ではもうツルンツルンでやわい、ほら疑ってた方これ見てください。これほら豚肉見るからに柔らかそうじゃないですか、わかります。これでね、豚肉のいいお出汁も出ています。そしたらここでお味噌を溶いていきます。これお味噌溶くときは火を止めてお味噌を溶きます。火を止めました。お味噌ね、加熱するとどんどんお味噌の香りが飛ぶので、火を止めてから入れる方がお味噌の香りが飛ばなくていいかと思います。お味噌入れます。100均の泡立て器です。もう私はいきなりここで行かせていただきます。いきなりほらフライパンやと、こういうところもね、作業がすごいやりやすいんですよ。ほらうまいこと溶けるでしょ、ほら、ね、さあ、そしたらここで最後に鰹節、ブシブシです。これで豚肉の旨味と鰹節のダブルスープになります。ここでもう一つ大事な調味料があります。みりんです。ほんの少しですけどみりん入れときます。これはですね、ほうれん草自体は甘いんですけれども、下茹でしたことでお汁の方にほうれん草の甘みっていうのがほとんど出ないんですよね。なので今回のお汁、野菜の甘みっていうのがちょっと足らないんです。なのでみりんを加えることでぐっと深い味わいになります。このみりんね、もし玉ねぎとかネギとか入れはる場合やったら入れなくてもいいんですけど、今回シンプルに仕上げていますので、みりんでコクをプラスしました。さあ、これで出来上がりです。できました。やれんそれん、ほうれんそれん、はれんそれん、はいはい、中の豚肉お味を聞けば、私らも柔らかいけど、やっぱほうれん草さんはやわやわやな。野菜食べたいと思います。いただきます。このおつゆも、ほうれん草やわやわとろとろ、そして豚肉も同じぐらいやわやわ、この2つがね、口の中で同じぐらいの柔らかさなんですよ。でいい感じに混ざっていきます。でこのお汁なんですけど、このお汁がね、またね、めちゃめちゃ品がいい。豚肉の脂のコクが入っているんですけれども、そこの向こうの方にね、生姜がね、いい感じに香っていてね、豚肉の癖をこの生姜がいい感じに消してくれてるからね、もうすごいいい感じの生姜感。そしてさらにその向こう側に確実に鰹節がいます。なので豚肉の旨味、鰹の旨味がこう掛け合わさっているので、ものすごく深くていいお出汁になっています。今回のこのお汁の美味しさは、なんといってもほうれん草のこの柔らかさなんですよ。組み合わせはほうれん草と鰹節やから、おひたしと同じ組み合わせなんですよね。なので味わいはまあおひたしと同じって言えば同じなんですけれども、このお汁に入れたことでね、ほうれん草がね、たっぷりたっぷりにこの
いいお出汁を含んでいるんですよね。なのでこの加熱したほうれん草の柔らかさに加えて、このタッポンタッポンに含んだこのお出汁が口の中にいっぱいに入るのでね、ほうれん草の柔らかさが余計際立って、そしてタポンタポンに含んだこのお出汁とほうれん草が口の中に入った時ね、もうこれね、冷たいおひたしとはねもう全然違う美味しさ。これ何回も言いますけどね、ほうれん草ね絶対あったかくして食べた方が食べやすいです。特にねちっちゃいお子さんと年配の方、冷たいほうれん草のおひたしがちょっと食べにくいわっていう方、絶対おすすめ、絶対おすすめなのでぜひやってほしいです。でね、ほうれん草のお味噌汁、もちろんほうれん草だけでもいいんですけれども、今回は豚肉と合わせることによっておかず感をアップさせました。豚肉とたっぷりのほうれん草ですからね、これとご飯だけでも十分満足できる一品になってるかと思います。で、今回のほうれん草豚汁、このままでももちろん美味しいんですけれども、これに何かちょい足しするとすれば、例えばね、ちょっとキノコ入れてもらうとか、油揚げ入れてもらうとか、いろいろできるかと思うんですけれども、私のおすすめは海苔です。あのね、食べる時にね、ちょっとね、手で揉んだ海苔ちょっと混ぜてもらうとね、この磯の香りがまたふわっとしてね、わかめでもいいんですけどね、手でちぎった海苔ここに入れるとね、ほうれん草との相性がすごくよくってね、これも美味しいですので、ぜひぜひやってみてください。ほうれん草は今が旬です。寒い時期のほうれん草は甘くて柔らかいのでね、ぜひぜひたっぷり食べたい野菜の一つです。ビタミン C や食物繊維や鉄分なんかも豊富です。賢く料理して美味しく食べて、また明日も元気にお過ごしください。今回もとっても美味しくできました。ぜひお試しください。本日のおまけ、ほうれん草のカレー豚汁。ほうれん草豚汁にミニトマトとカレー粉をプラス、隠し味にケチャップを入れるのもあり。スパイシーな香りとトマトの旨味でほうれん草もにっこりにっこり、ご飯とも仲良くなれる一品です。この動画を見て作りたくなったら、高評価チャンネル登録よろしくお願いします。では次の動画でお会いしましょう。またね、バイバイ。